はい、今回はさあグランプリに選ばれたお気持ちどうですか？信じられないんですけど、もう本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。結構やっぱり発表される前とかドキドキしました？すごいドキドキでしたよ。もう呼ばれないと思って泣きそうでした。あ、そう、泣きそうですか。できれば泣いてほしいんですけどもね、グランプリに選ばれたのでね、すごい、発表の瞬間、目がビクビクビクってなったのを見て名前読み上げられた瞬間いや、そんな顔にはなってないでしょ。ねえ、改めましておめでとうございます。おめでとうございます。それでは写真撮影、写真撮影しましょう。